それでも高弘さんが別れる時に渡してくれる時計、その時計を耳に当てると時を刻む音が聞こえた。チックタックチックタックって、その音を聞くとまた会えるんだなって嬉しくなって、一人の部屋でもずっとずっと時計の音を聞いてた。どんな寂しさもその音があれば辛くなかった。だってその音を聞くと高弘さんと会えるんだなって思えたから。時計の音が高弘さんに会える日を教えてくれたから。こうやってまた時計の音を聞いて、それに高弘さんに抱かれて、これ以上のことはないですよ。こんな最後を迎えられるなんて、やはり神様に感謝しなければなりませんね。暖かいです、高弘さんの腕の中。神様には内緒ですよ。このまま消えてしまっていいなんて思ってないのですよ。本当はもう少しリニアもこうしていたかったですよ。できたら神様にもう一つお願いを叶えてもらいたかったです。それは私がずっと思っていた願い。高弘さんと会ってから私がずっとずっと思っていた願い。高弘さんと一緒に過ごしたかった。もっともっと長い時間ずっとずっと二人でいたかった。空が丘を赤く染めて、みんながその丘からいなくなっても私と高弘さんだけはずっとずっとそこで一緒にいたかった。でもそんなことリニアが言ったらダメですよね。だってリニアが千歳の時に守れなかった約束、それを果たせただけで神様に感謝しなければならないのですから。大丈夫ですよ、リニアがいなくなっても。それでも私の心はここにあります。好きだという心は変わりませんよ。好きだという心、私の好きという心は高弘さんの中にあるのですからね。それはリニアでも千歳にでもなく高弘さんの中にあるのですからね。だからやっぱり感謝しなければいけませんね。神様にありがとうって、本当にありがとう。
れてしまった。そこにある景色、それはそこにあるんだよ。野原で遊んでた子供たちがいなくなっても、そこに青い空と緑の草原があるのに、それはいつまでもいつまでもそこに。打ち果てて大きな自転車、世界の夢を見る少女の体、遠くで鳴り響く灯台放送、世界の果てにある遠い言葉。いいのか、高博。何度も確認したが、ジョーちゃんが目覚めたとしても、もうお前のことは覚えてないんだぞ。多分お前は、ジョーちゃんの制作者としてだけ、彼女の記憶に新たに刻印されるだけだ。彼女はもう、お前が知っているジョーちゃんではないぞ。辛いぞ。目の前にいる自分が愛した人間がもう自分のことを覚えていないというのは。10年、長かったな。しかしそれも終わりだ。彼女は目覚め、そしてお前を忘れ、彼女自身の時間を生きる。
やっぱり立ち会わないのか。わかった。嬢ちゃんが目覚めたら連絡する。この方は？え？ああ、いや、俺の手伝いをしてくれている男だ。あ、そうなんですか。はじめまして。お名前は？なんだ。おめえ。捕まえられない。私だって本当は、私だってずっとずっとただ好きで、約束なんてただの方便で、本当はただあなたと一緒にいたくて、それで追いかけていただけなのに。時だって本当は消えたくなんてなかった。だって今度こそ高弘さんと一緒になろうって約束したんだから。高弘さんのバカ、バカ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 。まあなんだ、そういうことでよかったな、高弘。俺も少し自信がなかったんで、最悪な事態しか伝えなかったが、よかったんではないかい？お前が意地悪するから。嬢ちゃんも仕返しがしたかったんだってよ。それで知らないふりしてたら、おめえが嘘の名前の子を使うから、また嬢ちゃん泣かしちまって。嬢ちゃんの体は人間と同じだよ。
そのぐらいは受け止めてやれよ。どうしますか？